見せますこれね、ねつい最近です、はい、あのー、これじゃなくて、えー、っとこれじゃなくて、これでやろうか、これでやります、うん、これでやりますあの、これ、実は僕が発見したんじゃなくて、えー、セミナーで行った時に、えー、受講された方に、ねえ、旦那さん、こんなことが起きちゃうんだけどって言われて、えー、そんなことあるわけねえじゃねえか、どれどれ、本当だ、<laughs> ねっ。 気づいたやつ。ちょっとお見せします。いいここで見ててね。うん、これはね、テーブルに関連した話なんだけど、この左側のこの表でやります。えー、まずテーブルを作ります。ポン。テーブル作りました。ね。ちょっとこのシマシマがあると見づらいからシマシマ消しちゃいます。いいよーく見ててね。テーブルの中を、例えば、色塗ります。えー、こうやってね、じゃあ、黄色く塗りました。うん、いいね、塗りました。こうなると、ここに新しいデータ入れると、まあ当然色塗られるわけですよ。 まあこういうの書式を引き継ぐなんていうんですけどね。まあこれはこれで便利な機能です。もう上に設定してある書式を引き継いでくれるわけですから、まあこれ便利なわけですよ。ね。いいよーく見ててね。まずはうまくいくやり方をやるからね。で、こうやって塗ったんだけど、あ、なんか黄色だと見にくい。やっぱやめよう。黄色やめよう。って言うと、どうするのっていうところでまあ選んで、もう一回、これ塗りつぶしなしってやればいいわけですよ。ね。 まあ、それでもいいわけだ。そうすると、今度、新しいデータ入れても何も起きないよ。こういうことね、なるんですよ。はい、いいもう一回やるからね。黄色く塗りました。あ、やっぱりこれ黄色いのいやかっこ悪いから消そう思った時に、実はこういうやり方なんですよ。全然何も塗られていない真っ青なこの書式をコピーして、うん、 見えるかな書式貼り付けってのはここにあるんですよ。左上の貼り付けの右ですね。そう,そう。この刷毛みたいなやつ。はい、書式のコピー貼り付け。これやると、セルのコピーじゃなくて、セルに設定してある書式だけコピーできるってこれがあるのね。はい、で、ほら、何もないところの書式をコピーすれば、貼り付ければ、何もなくなるわけですよ。ちょっと見ててね。いきますよ。えー、何もないところのやつをこうバーってやって消しました。 いい消したよね間違いなく消えてるよねなのに、ここデータやると色復帰しちゃうんですよ。e x エクセルは忘れてないんですよ。消したはずなのに。うん、で、これは厄介なのが、色を全部消した、あー、だったらいいんですただ、書式貼り付けで、えー、何にもないブランクの書式貼り付けると、いつまで経っても再現しちゃう,う。うん、これわかんないですよ。なかなか難しいですよ、これは。うん ね、これはねつい最近知りましたあのテーブルのまあこの中明らかにバグですね、えー、起きちゃいけないことが起きるってことですよ <laughs> <ん>ねこれ最新最新版ですよ一番新しいのこ<ー>こにも載ってないですねここにも載っってないいの間聞いたばっかり <laughs> <laughs> 最新の情報でした。はい、聞いてさ、うん、あの、ちなみに名古屋の会社でこれセミナーしてたんだけどお、お昼の、午前中にその話聞いて、お昼に、うん、名古屋だからいつも僕お昼ご飯米田コーヒーで飲むんですよ。名古屋だから。で、パソコン持ってって、米田コーヒー行って、で、なんか、なんかホットドッグ感食いながら、やってたら本当にコーヒー、あの、よくさ、冗談でコーヒー吹きそうになるとかって言うじゃん。いはい本当にやった。漫画みたいな感じ。漫画みたいに、ブワーってなんかやりそう <laughs> えぇ、ー、なんでみたいな。<laughs> <laughs> なかなか面白いですね。<laughs> すよ。どうんかおはいじゃあちょっと皆さんのコメントをご紹介していきましょう先ほどの浅賀さんと浅見さんマイクロソフトが認めない限りバグじゃないとそうだよそういうことだよだって「使用です」って言われちゃったらそれ急うだからうんうんそうですねではもう少し見ていきましょうかうまくいった事例を見せてからバグを見せるのは NG 対象でも使われる手法です うん、なんかね<え>ド、ドッキリみたいなね。ドッキリみたいな。うん、田中さん、条件付き書式でも起こると,こと。ごめん、ちょ,ちょっとわかんない。<laughs> ちょっとわかんない、ちょっとわかんない。詳しく教えてください。ねうん、条件付き書式で何が起きるのか。<laughs> 何が、はい、具体的に教えてください。それも MS が認めたバグなのかなこれ、あの、多分、うん MS は認めたというか、あの、こう、少なくとも公表はしてないと思いますよ。あの、まあ、一応仕事柄ですけど、まあ、全部とは言わないけど、あのこういう情報って言われても僕の耳に入ってきますんで、こんななんかやつがあるような。うん、いやいや、初耳ですよ。で、さっきも言ったように、あの、組織の貼り付けってのをやらないと、これ発生しないやつなんですよ。だから、あの、再現する人も意外と少ないと思うね。っていうことなので、まあ、もちろん、うん 世界で、ね、私だけが知ってるとは言いません。ね、あの世界にはいろいろなエクセルユーザー詳しい人はもちろんたくさんいますんで、えー、私だけなんてことは言わないけど、でも、多分だよ。ほとんどの人は知らない話だと思う。うん、となれば、マイクロソフトも知らないです。マイクロソフトは、あの、ほら、そういう世界中のユーザーからのこういう要望などを聞いてね、えー、リストを作ったりしますんで、あの、うん、いわゆるバグリストみたいな、えー、修正リストを作ったりしますんでね。えー、なのであの、多分知らないと思いますよ。うん うん。はい。ではもうちょっと他の方のコメントも見ていきましょう。そうね。そうね。あの、はい、ノート差し上げたいから僕はね、<laughs> ノート差し上げるようななんかコメントなんかないですか <laughs> はい。なんかいいこと言ってるやつないそうですね。はい、うん。皆さん結構学んだ使っていただいておりますが、うん、はい。うん、新しいテーブルマナーじゃないですか、うんうん あのさあのさ俺を笑かせばノートもらえると思ってないの違うからね違うからねテーブルだテーブルだだけにね多いだってえっとそうですねはい認める判断基準は何なんだろうとみおりさんだきました認める認あっ MS が認めるってことですかね何だろうね 気分ないの。そして、ひろみさん、書式の貼り付けは対象にした範囲にしか反映されない。後から設定したつもりが、前の書式を踏襲してしまうのありました。ありました。いろんなことありますからね。まあ、さっきの話じゃないですけど、変な結果になったっていう時の大半は自分の操作ミス。あいけ手ね、前ののが残すたみたいなことだからね。なんかあるかな。はい、ようこさん、書式貼り付けただけで、クリアになっていないから、エクセルは忠実に電源を繰り返す。 そうだね、うんうん、本当は繰り返し回っちゃ困るんだけどね <laughs> テーブルってエクセルの中でもすごく特別な機能なんですよだから裏でいろんなことやってるで持っていっちゃえばまだまだ開発途中なんで、うんえー、まだ荒いところもあるんでなのでこういうミスもあるんじゃないかなと思いますよ。うですね。ね どうだ誰か、うん、ノートを差し上げるようなコメントはないの <laughs> いっぱいあるんだよね <laughs> はい。うん。なさるいろいろ一つのデータベースのはずなのでなぜ仲間外れが出るの仲間外れ仲間外れどういうことですかね、うん、うん。ああ、色がね。うん。うん、あの、勝手にそういう色がなんか変なようになっちゃうってことね。うん。そうね。まあ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 。は ね、変なな感じですよと、うん、いうこかは日本だとクレームがあったといえば修正に入りますけど、うん、海外の企業だと合理的に大きな影響がないと判断すれば。 修正不要としそうな気がしますそうね。別に日本だから海外だからってことは最近は少ないんじゃないんですかあの最近はもうインターネットの時代ですから何か変なことやるとパーッとこうね、広まっちゃいますんで、うん、えー、なので、まあ、ちゃんと正しくね、え業務をしましょうよ、経営活動しましょうよっていう企業が日本でも海外でもまあ多いですけどね、うんえー、だと思いますよ。隠蔽するのとは最近は少ないと思うけどね、どうなんだろうね。うんうん 関根さんのお通です。くださいって。直で来てますね。わかった。あげましょう。関根さん、あげます。おめでとうございます。すごいですね。いや、そういう直球好きですよ、先生、そうですよね。好きですよね、直球は。うん。欲しいんだったら欲しいね。もういいですね。関根さん、あげます。はい。この後ね、あの、コメントもたくさんお待ちしてますからね。関根さん。はい。よろしくねおめでとうございます。あ、今、今何 ?3 人 今3人で、ね、あ,あ,あと2人。あ,と2人ありますので、残りの時間で頑張ってください。いやいや世の中から卒業をなくす。救う。